当たれば当たれば恥ずかしい無茶ぶりの餌食に、アイドル生命をかけた女の戦い、無茶ぶりドッジボール。ルール説明よろしく。ルールは通常のドッジボールと一緒です。ただしアウトになったメンバーにはきつい無茶ぶりが待っていますので、皆さん頑張ってください。そしてその内容を決めるのはこちらの無茶ぶりおみくじマシーン。果たして今回は誰が無茶ぶりの餌食となるのか。最初のお題こちらです。怖い。お、何？青汁。当たった人は青汁を飲んでいただきたいと思います。行くよ。よーい。さあまずはジャンプボール。取ったのは秋元。しかし高橋がボールをキャッチ。いいね。まだ当たってない。こぼれ球を拾った小野。宮沢が華麗に避ける。そしてボールを持ったのは宮崎。攻めていたエース高橋、まさかのしょっぱなアウト。というわけで無茶ぶりのお時間です。それでは青汁一気にお願いします。どうぞ。一気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 グイッと途中でやめた方がしんどいよ。グイッと行け。全体でおお、もう鼻つまんで言ってる。お、いけた。だから係長クラスの絵好きや。さあ、赤チームの高橋と加藤が交代したということで、はい、さあ続いての無茶ぶりお題こちら。顔面リフトアップ。エステでおなじみフェイシャルマッサージですね。おこんな感じでございましゅ。ナチュお願い。痛いこのようにですね、リフトアップしていただいて、こういう変な顔になるんですね。これは、鼻がビューってなるところ一回止めてもらっていいですか。鼻が、もう一回、うわぁ、いいですね。先生、もう一回、そうだね。先生、鼻切りすぎ。いいですね。よーい。さあ、まずは北原。そして葛西が投げたボールは外野へ。おっと、痛みがナイスキャッチ。再び名勝負が繰り広げられています。高橋から板野。おっと、小島にヒットだ。板野のボールは一人逃げ遅れた運動音痴小島の手に命中。というわけで無茶ぶりのお時間です。痛い。あの真ん中で圧縮した時点で飛びましょうか。あ、いいですね。どう、小島。いや、なんか寝れそう。普通にリラックスしてる。じゃあ先生、交互に僕と行きます。本邦初公開、貴重な小島の豚っ鼻映像です。さあこれで5対5の同点。さらに無茶ぶりはエスカレート。続いての無茶ぶりお題こちら。ビリビリ低周波。低周波を手につけまして、それをブルブル震わせながらザルそばを食べていく。なるほど。まずは秋元が、おっと、いきなり宮沢にヒットだ。ちょっと待って。何ですか。線出てたから、そういうのなしじゃないですか。え、何、線出てたから。線出て当たったらさ、線とかで当たった。そう。え、それイチャモンつけてるんですか、それ。ライズマン、ちょっと、線出てた。高柳、ちょっと。今ので当たったから大丈夫だよ。当たったよ。
アウト。無茶ぶりに言い訳は通用しません。では、はい、いただきたいと思います。はい、いただきます。ちょっとお前ちゃんとついえや、お前ちょっとしか入ってないよ。ちゃんとついで持って、はい、つゆを、はい、はい、ここまではいい、はい、ね、行きます、行きます、行きます、痛い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 、ちょっとマジで痛いってば、痛い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 、で、わさびをつゆに入れる。マジやめてください。何をやめてください。もうあのピッてしてるもん今。あ、痛い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 、わさびを、はい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 、わさびを、わさび、混ぜて、混ぜて、混ぜて、ちゃんと、ちゃんと混ぜて、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 お、便利、便利、あ、便利、便利、利用して、フルエを利用して、便利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 、利用して、ネギを入れる。で、そば食べよう。はい、じゃあそば食べて。痛い、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 いただきます、いただきます、はい、お前ちゃんと食べろや、お前ちゃんと麺つけて、え、つゆに麺つけて、はい、そして口の中に、はい、オッケー、痛い、めっちゃ痛い。さあ、行きましょう。じゃあ無料だよ、こちら、おい、恥ずかしメイク。これほどまでにメンバーが嫌がるわけ、それは前回の恥ずかしメイクでこのような名作が次々と誕生していたため、果たして今回餌食となるのは。よーい、さあ、北原が投げたボールは外野宮沢へ大きくパスして板野の高速球だ。ちゃんと、ちゃんと狙ってね。高橋は誰を狙うのか。おっと、これはフェイント。そして今小野がキャッチ、ボールは大きくそれて外野へ。どんくさ、どんくさ、ボールはどんくさ小島から宮沢へ。おっと、そしてここで小野がアウト。アウト。宮沢の見事なクイックアタック、秋元のフォローも間に合いませんでした。というわけで恥ずかしメイクのお時間です。小野にやっていただくメイクはですね、田舎少年でございます。なんだそれ、え、全然想像つかない、うん、果たしてメイクの匠清人が作り出す田舎少年とは。じゃあ行きましょう。3、2、1、どうぞ。みんなうんちいる？何やねん、どうなってんの？これ鼻の穴に何か詰めております。いや、いいや、100%アホです。続いての無茶ぶりお題、こちら。丸飲みプリン。丸飲みプリンとは AD 小新志くんの得意技。このように頭上から落とすプリンを口で受け止め、そのまま丸飲みにするという一発芸。ラッチバール、よーい。お、田舎少年、田舎少年、頑張れ。おっと、いきなり佐藤がアウト。さすがやりますね、田舎少年。やっぱ田舎少年ドッジボールはね、得意でしょうから。というわけで、おやつのお時間です。それでは丸飲みプリンお願いします。いきます。はい、まずここが、うん、ここだから、うん、そうそうそう、そう、いい感じ。ここでこうして、お、いい感じ。おー、いった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 、丸飲みして、飲んで、ごくり飲んだ。はい、オッケー。はい、オッケー、オッケー。映像が真似した。はい、道着がいい。佐藤亜美奈、新たな特技を習得です。
続いてのムチャブリはこちら、激辛スープ。どんどん当ててください。全然平気なんで。一応言ってきますけども、まあ、結構前ですけどね、前田がね、激辛手羽先食って泣いたやつあるでしょ、腫れたやつ、はい、あそこが作ってる同じお店の黒チリ鍋、前回の辛さの30倍の超激辛でございます。うわ、これは相当相当辛いよ。え、無理ですか前田、あれ覚えと、思い出したくないですもん。なあ、あれの30倍なんていいのか、絶対無理です、やめた方がいいです。やらせてもらいます。やらせてもらいます。無茶ぶりでございます、はい、ダッチボール用意。さあ、松井が不敵な笑みを浮かべている。誰を狙うのか。おっと、火災にヒット。激辛で火がついた松井、火災を瞬殺です。さあ、激辛スープとはいかなるものか。オープン。うわ、色がちょっとわからんで、ね、うわ、私今までいろんな辛いもの食べてきたんですけど、うん、これ、うん、相当危ない匂い。危ない匂いするよね。これ一杯ぐいっと。お前が当たったからね、ドッジボールで、うんうんね、当たらなかったらこれ生でいいもんね、うん、お前しれっとお前ちょっとずつお前スープ落とすのやめろよ。そうやって泣きそうな感じしてな、ピーンって言いながらちょっとずつスープ落とすのやめろよお前。俺見ようけんな、お前ちょっと減ってきてるやないか、スープが。うるせえてないよお前。おお、どうすか。変なの出てきたよ。多分唐辛子とかのスパイスが辛いんじゃなくて、うん、口の中をこうチクチク攻めてくるんですよ。ていうかお前は辛さのなんだ。じゃあちょっと、うん、まずい、ちょっと食ってみてよ。強いやろ辛いの。強いやろ。どんなもんだ。辛いの大好きだよ。大好きです。いただきます。い、辛いの大好き松井の反応は。あら、大丈夫。嘘や、辛さに強い。マジで松井が京都城行ってみよ。じゃあ、え、行ってみよ京都。辛さとか甘さとかも無理やろ、うん、あ、これちょっと、あ、やばい。何しよう、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 葛西みたいなことすんなよ。辛いの苦手な清人の反応は。これで残る人数は3対3。さらなる地獄がメンバーを襲う。続いての無茶ぶりこちら、靴下匂いチェック。これはですね、 AD の稲葉くんが丸3日履きっぱなしにした靴下を書いてもらいたいと思います。ガキボール用意。宮崎いきなりの全力投球。宮沢から北原。おっと、宮崎が足にヒット。ここに来て北原の剛速球が炸裂。見事な強肩です。お食事中の方は決して見ないでください。じゃあ靴下脱いでいただいて。え、脱いでるんだけど。さあ、これはちなみに、え、これまた3日なんか臭いもん。え、脱いでるんだけど。じゃあ、はい、行くぞ。やばいやばい、鼻がもげる。鼻はもげんよお前、稲葉くんに失礼やろお前そんな。え、ちなみに稲葉くん誰推しやったっけ。葛西さん。あら、お、葛西推しなんて。めっちゃ稲葉お前そんなな、葛西推してくれてる人にそんな目するかお前。ファンは大事にしないと。ファンは大事よな。ファンは何ですか。神様です。ファンは神様やろ。神様の靴下です。そうやろ。稲葉くん、ちなみに葛西がさ
これ変えてくれたらやっぱたまらんよね、ま、嬉しい、まあ、助けんなよおい、助けないんだからお前そんな推しの人に対してお前ふざけんなとか言う、すみません、そうやろ、お客様はあファンは神様です。はい、神様の靴下。あるね。スッと、カザイスッと。待って待って、まずやだやだ。スッと。でもこういうのマジ無理やで。なんでお前関西弁だろ。スッとスッと。くっ。くっそ。ずっとずっと。残るメンバーはあと5人。試合はますますヒートアップ。続いての無茶ぶりお題はこちら。恥ずかしメイク。さあ今回は何の恥ずかしメイクなんでしょうか。よーい。さあアイドルとしてこの無茶ぶりは絶対に避けたいところ。おっと負けにしちゃうぞ。奥の投げたさほど速くはないボールを松井なぜか足でブロック。それでは変身のお時間。さあ、レナにやってもらう恥ずかしメイクはデーモン小暮メイクでございます。果たしてメイクの匠清人はあっさり顔の松井をどうカッカにするのか。スペシャルゲストが来てくれてる、はい、ご紹介しましょう、はい、デーモン松井さんです、どうぞ。どうこれ。えちょっと待って、いやもうなんかどうなってパッと、なんかこんなことしないしないでなんかもう分かんないです。こんなことしないでね。レナね。はい。でもどうやってみて。え楽しいです。あ楽しい。デーモンさん好きなんで。久しぶりやの。いや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 。友達仲いいんだよ。あそうだよ。ね。異色すぎる。すごいよなんか。と異色のコンビが誕生したここで。おっとということでここでなんと時間切れでございます。ということで2対2の今回は引き分けということで。はい。見事でも松井新たな一面が見れたんじゃないでしょうか。はい、はい。ノリノリじゃないですか。ノリノリ。でこうでもしないとやってないでしょ。そして今回の MVP は激辛に加え当たってもいないのに激臭靴下まで嗅いだ火災に決定。この後は胸キュン警報発令。フレーズミュージアム、それは聞く者を恍惚とさせる言葉だけを集めた美術館。さて今宵は今回のテーマはみんなで行ったカラオケボックスで隣の女の子にひそひそ言われたい一言。まずはペンネームあつこにおまかせさんの作品、みんなで行ったカラオケボックスで隣の前田あつこにひそひそ言われたい一言。ねえねえ、歌ってるところもかっこよかったよ。他にもいろいろかっこよかったってこと。俺そんな完璧じゃねえよ。ハードル上がるな。続きましてペンネーム小島るさんの作品、みんなで行ったカラオケボックスで隣の小島春菜にひそひそ言われたい一言。私先に出て待ってるから。これ誘われてるのかそれともお会計を逃げたのかどっちか。今回私が採用するのはこちら。いやいや、と受け止め方が2パターン捉えられるんで。なんで後者になっちゃうんですか。いや今までの言ったら小島の行い。それに尽きるかな。しょうがないね。しょうがないね。まだこれいろいろあるの。うわ、変な小島や。変な小島が出た。すみません、変な小島が出ました。
回の新作も含めたメンバーの胸キュンフレーズは番組ホームページで好評配信中。どうぞご堪能あれ。さあ、ついに本日発売、 AKB48 主力の卒業ソング、桜のしおりをお送りします。セカンド写真集あっちゃんが今月25日発売決定。ハワイを舞台にまた新たな素顔を見せています。強き者よ。そして SK48 待望のセカンドシングルも発売決定。タイトルは青空片思い。発売は3月24日。お楽しみに。この